2階にいて楽しんできんさい。お、あんちゃんたちも人間か。新しく生まれ変わったグロッタの町によう来よったの。あんちゃんたちも早いとこ2階のカジノに行ってみ。どうやら楽しいが待ってるけど、これおそらくあれだろ、人間同士を競わせて中パターンだろうな。乗った。あえてその罠にかかってみようと思います。グロッタ新名物モンスターカジノですが、おかげさまで大変ご好評いただいております。あなたたちもカジノに行きたくば、こちらの階段から2階に上がってください。ご検討お祈りします。いろいろとね。ということだろう。人間同士を競わせ、それにお金をかけカジノをするなんて、気なくせえな。気なくささ異常。気なくささや異常。スペシャル、普通にカジノあんじゃん。おい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 、普通のカジノもあるやんけ。普通のカジノもある普通のカジノもあるじゃんなあ。受付、こいつか。はっ、2000枚もらった。え、1万枚必要なんだけど。え、これどうすればいいの。やらなきゃいけないの、カジノ。多分カジノやんなきゃいけないんだよな。一番高い倍率のカジノで稼ごうぜ、どうせなら。100コインスロやるわ。バンバン当たんじゃね。当たんねえじゃねえかよ。これいいんだよな。俺ね、スロットやり方わかんねえんだよ。よし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 。たださ、別にこれ何回吸っても大丈夫だよな。だってもらえばいいんじゃねえの。2000万、おい無限コインなあ。何これ、楽園だ。俺はずっとここでカジノを回し続ければいいんだ。え、だってこんなの絶対負けないじゃん。ただ当たんなくね。よし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 、合体チャレンジ。8匹集めて合体できればボーナスゲット。これ目押しした方がいいの。俺目押しできないよ。7狙えばいいの。はいはいはい。あ、結構集まってきた。うわ、来た。あやったやったやった。あ、ちこれ何やった。ただ回してればいいよね負けたえ、これ人生初目押ししていい。7狙えばいいんでしょ。俺絶対スロット向いてねえな。だってさ、こうなっただけで緊張するってさ。7いくよ。くっす、狙ってんだよ。よし、来た。よし、テテレテテ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 テ。ああ、とんでもねえや。1万、あ、いや、千万だ、千万。あ、いや、やめろや、ドラクエとかバカだ。あんなやってたらこれでよ、ずっと稼げばいいじゃねえかよ。あ、面白いや、絶対当たるカジノ最高だわこれやってればいいんじゃねえの。おい、これでよ、5000億枚ぐらい稼いでよ。おい、これ大丈夫なの、これ稼いでるのねえ。これやってていいんだよな、やってていいんだよな。これキラーマジンが仲間になった。えぐ
裏カジノじゃん。お、なんだこれ、なんだよか、なんとなく。はい。ん？今滑ったぞ。はい。あ。はい。あー、くっす。今の赤い演出なんだろう。うわ、終わっちゃう。ボーナス値は適当していいんだ。ん？え？ああ、そういうことか。危険度 4！ なるほど。お、あ、なるほどな。俺が仲間にしたモンスターで勝つのか。あ、へえ。これはどうよ。はい。こういうスロットマジで出そう。はいはいはい、いけるか。はいはいはい、よーし。どんな問題。なるほどな、集めた仲間で12000枚。いいえ、え、これ、家だよな。今の当たり前の家だよね。これ、バイバイゲームみたいな感じでしょ。よし、狙うぞ。何枚集めればいいんだっけ。ちょっと待ってな。ちょっと待って待って。はい、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 よし、はい、はい、はい。よっしゃー。これ無限じゃねえかよ。連チャンってやつか、今。すいません。連チャンしてるんで台どけらんないっす。で、これ辺はもう適当していいよな。スロッターと、俺もうパチスロで食っていけばいい。こんだけ勝ってるってことだよ。パチスロの素質あるだろう。目押しも激烈にうまいし。目押しも激烈にうまいしよ。パチスロで食ってく俺素質ないか。で、これ、あれだろ、倒したら、またボーナスがあってよ。さらに倍々ゲームで増やしていくと。え？消えた。あ、バグった。終わった。何これ。え？何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 ？てて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 、ドンタン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 ドン、トゥ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 ーン、スーパーボーナス。緊張するぜ。トン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 、絶対押せてない。ハイパーウルティメ、バババババン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 、いやー、なにこれ。投げる。おおおおおお、楽勝だ。おお、楽勝だこれ。丸ボタン押してるだけで金になるわ。お、金になる気だよこれ。最高だ、楽園だわ。おい、魔王倒すのやめべ。楽園じゃん、明らかにこんなの。なあ。今俺楽園にいるわ、みんな。俺楽園にいる、今。今俺は。くだらんわ。働かなくていいじゃねえかよ、こんだけ。お、てか、待て、お父さん電話するわ。お父さん、エスパス行かねえで、こっち行くべよ、つって。スキップでよ、今月よ、25万ぐらい親父負けてるらしいからよ、お母さんの金で。ここに呼ぶべ、お父さんに。だって、勝てんじゃん、二人でやんべえよ、親父と二人で。てて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 、止まんね。本当にごちそうさまです。万枚。配信も切ります。
だってくだらねえじゃん、これやってるじゃん、ずっと万枚やめるわけねえだろバカ、誰が続行だ。1億5000万枚取ります。1億5000万枚ん、何を、し、下降りな、ピャンピャ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 来た、ピャ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 、最後狙いづれな、ピャ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 来た。丸ボタン連打でマジスーパーチャット、加藤純一式、加藤純一式スーパーチャット入りました。え、何これ、やめて、そんな変なことしないで、今流れが来てるんだから。加藤純一式スーパーチャットだよ。うわぁ、俺はまだ満足しねえ。ここで5億円稼ぐ、5億円稼ぎます。もうこんだけ当たりゃ面白いや、俺スロットやんべ、明らかに素質あるじゃんね、俺って今さ15万枚メダル保持してるよってことだよね。俺騙されてねえよな。増やそうぜ増やそうぜ。いや高設定じゃねえよ、これ才能だよ。俺釘見たんだよ、で真っ逆さまに、あ、一直線にここ来たじゃん。俺釘見れんのね、みんなと違って。本当の俺パチンコで生きてんの、パチスロで一応成形立ててるんだけど、ここの釘見たら、あ、ここ出んなっつって、それであれで、あ、天井だわ、この釘の感じ天井だわっつって、ここで入ったんだよ。それでもうずっぽしよ、よし、アンクルボーも仲間になった。これをよ現実世界でよ、今現実世界か、これはすごい、きた、かかってこいよスカイドラゴン。あー、アンクルボーンでいけるかな、3のダメージ、あ、あーやばい、やっちった、あーやっちった、ちょっともう一回、もう一回ちょうだい、今7光ってたよ、今7光ってた、だった、今7光ってたんだけどな、ま、あーもうマジでチェリーがあーだこうだ、今7光ってたよな。いや俺これでよ、奥さん食わしていかなきゃいけねえから負けらんねえんだよ、そりゃマジになるだろう、俺負けらんねえんだぞこれで成形、おーしよーしよーし、7狙えと、これ7狙うんだよな、はい、はい、え、リプレイ、はいはいはい、来た、はいはいはい、はい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 、お母さん子供が待ってる、はい、お、子供が待ってる、子供のためにパチスロで生計を立てる、子供をパチンコで育てる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 、よーし父さん頑張るぞパチンコで。おマジでよ、5号機がアーダコーダで、あれだわ、タンチェリーがアーダコーダ勝った、マジ5号機がアーダコーダ超余裕。あ、何、まさか人生楽勝、人生楽勝チャンネルだ、人生楽勝チャンネル、トゥ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 、どうかしてるぜ今日の俺、爆好き、あ、バーナ、なあ
霜降りチャンス来た、超霜降りチャンス、超霜降りチャンスとは丸を押しているだけで10万枚稼げる加藤純一が編み出した加藤純一式スーパーチャット、彼はこれで生計を立てているという。明日結婚します、誰かと。 SNS で出会って、俺はもうこれで一生分稼いでいく自信がついたわ。一生分稼ぐ、これで10万枚。世の中金だ。よし、これで北三ブラックに1000万かけに行く今から。ちょろいぜ、この金を元手によ、いろんな企画立てるわけよ。そしてよ、金が金を生む、くだらんわ。俺の株みんな買ってな。本当にくだらん世の中だ。なんて人生楽勝なんだ。端から端まで全てください。積もう俺が肘の高さまで。待って待って、ラブリーエキスを1個買うだろ。ラブリーエキス1個買うじゃん。あと30万ゴールだからこれ買うじゃん。これ何？んだよ！なんだよこのクソカジノはよ！くたばれよ。しかもお前薬草、落ち込んでる俺も。このさ、ラブリーエキスって何？敵一体うっとりさせて使ったらなくなる。いや待てよ、このコインをよ保持したままよ世界を救うわけよ。ちょっと待てよ、みんな作戦タイムだ。このコインをよ保持したままよ世界を救うわけよ。みんな聞いてくれ、このお前も聞くか。おじゃあお前聞け、このコインを保持したままよ俺たち二人で世界救うわけよ。それこの15万枚のコインをちゃんとしたカジノに行き、そこで景品と交換する。大金それを売り、俺たち二人で商売を始める。お前ち、なんか日の輪くぐりとかでは二人でサーカスやらないか。ちょうどサーカス経験のあるゴリアテという俺の参謀がいるからよ。どうだ、お前ら人間の希望だった勇者様だがな、胎児が落ちた衝撃の中なお生き延びて魔王様に、もうお前にあれだわ、商売上手じゃねえからダメだこいつは。金の匂いに敏感じゃないやつはダメだ。